皆さんこんにちは。フレンズリング2ナビゲーターのアキラです。この番組は沖縄、東京、福岡を結ぶ3次元ラジオです。毎週変わるトークテーマ、毎週変わるパーソナリティ、癖の強いメンバーを中心にお送りする3次元情報バラエティ番組です。7月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？僕ですね、仕事柄、飛行機で移動することが多くて、東京と福岡と沖縄を行ったり来たりしてるんですけども、先日、東京から福岡に戻るとき、ちょっと朝早い時間帯だったんですけども、飛行機乗るじゃないですか。ね。で、そしてシートベルトをつけて、で、ちょっとうとっとしたんですね。うとっとして、パッと目を開けようかとしたときに、CA の方が、お客様、到着しましたって言ったんですよ。え、僕は今つけたばっかりの気持ちだったんですけども、どうも到着して周りを見ると僕一人だったんですね。おそらく2時間ぐらい爆睡をしていて、でその後 CA さんたち8人ぐらいに見送っていただきながら一人で降りたという話なんですけど、皆さんね、寝すぎには寝すぎというかね、はい、気をつけてください。今日からというか7月になりました。フレンズリング2、今日は青森チームです。フレンズリング2スタートです。フレンズリング、皆さんこんにちは。ご意見いかがですか？フレンドリング2パーソナリティの青森豊です。アシスタントのきくみです。ポリーナです。海老原くるみです。本日は東京東中のプラチナムガレージからお送りしています。七夕です。今日は私から一つエピソードいいですか？はい、聞いていただいていいですかね？はい、聞きましょう。最近気づいたことがあるんですが、はい、私もジムの仕事をしてまして、はい、隣の女性とたまに仕事のことで言い合いになったりするんですよ。 あなたこう言ったじゃない、いや言ってないわよみたいな。で普段は仲がいいんですけどね、でその後重い空気がこうお互いの間に流れたりして、で気まずくなるんですが、ある時なんかふと些細なことで2人でもうすごい大笑いしたりすると、もうそれまでの重い空気がもう一掃されたようで、パーッと気持ちが晴れた、なんかこう明るくスッキリするんですね。で思ったんですけど、笑いの力ってすごいなってもう改めて思いました。そうですね、笑う角には福来たるって言いますしね。そうですね、笑いはね、なんとかの潤滑油なんてもね、いますしね。そうですね、いいですよね、笑いね。はい、はい、皆さんね、笑ってますか？ありがとうございます。なんかもうゆっくりな今週はチーム青森、杏仁特マニアックパーティーをお送りします。はい、番組をお聞きの皆様のメッセージお待ちしています。アクセスラインです。ファックスの方は 098-860-0262、 メールは fr2@star-flash.sakura.ne.jp。 皆様からのメッセージお待ちしています。それではフレンズリング2スタートです。フレンズリング2、この番組はスターフラッシュことのは、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りします。 What is podcast? Podcast is not writing, you do only talk, talking about broadcast friends point.You have blogger. You have podcaster. Listen. Friends ring. スターフラッシュことの葉は、人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会とともに考え、一緒に成長していく。そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは 03-6271-6891 スターフラッシュことの葉まで。
Friends Ring。東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしておりますフレンズリング2、青森豊とひくみとコリーナと海老原くるみがお送りしています。アニトクマニアックパーティー。はい、今週はアニメーション作品と特撮作品、中でも昭和の作品に絞って話をしようというアニトクマニアックパーティーのコーナーをお送りします。なのですが、その前に一つだけ、実は前回のアニトクでの誤りがありましたので、ここで訂正させていただきます。タイムボカンシリーズ逆転一発マンをタイムボカンシリーズ第5弾と紹介してしまったんですが、正しくは第6弾です。訂正してお詫びします。申し訳ありませんでした。さて、ここで一つネタバラシをします。このアニトクマニアックパーティー、構成を担当しているのは、というか、スタッフクレジット的には、まあ、構成協力ということになるんでしょうか。はい、ライターの結城月人という人物がいます。はい、でその結城がですね、ある考えに至ったと。はで1週間で1タイル、1タイトルって無理じゃねと。はい、でまあ実はそうなんですよね、うん、別に1週で終わらせなきゃいけないってことは全然ないんですよ、はい、なんとなく1週で終わらせようって気になってたんですけど、はい、なので今週から一つのカテゴリーを2週もしくは3週にわたってお話ししていこうと思います。はい、すみません、なんか番組スタート当初からね、なんかうようようよって感じなんですが、そうそう形固めたいなと思っているんですかね。はい、そうですね。はい、では気を取り直しまして、今回のアニドクマニアックパーティーはしばらくアニメが続いたんで、久々に特撮いきます。仮面ライダー。仮面ライダー、はい、でまあこの仮面ライダーは昭和46年からこの令和元年まで時々ね、婚姻期間挟みながらも続いていますよ。はい、今仮面ライダージオかな、うん、その歴史あるシリーズから第一期シリーズと呼ばれているシリーズの話をしたいと思います。はい、第一期仮面ライダーシリーズは仮面ライダーから仮面ライダー V3、 仮面ライダー X、 仮面ライダーアマゾン、仮面ライダーストロンガーまでの5作品、7人の仮面ライダーとなっています。5作品7人。はい、おー、はい、でその一期のシリーズから特に1作目の仮面ライダーね、これと第一期の最終作ストロンガー、この2つを多めに取り上げていこうかなと思います。はい、はい、で、ま、仮面ライダーがどんだけ画期的だったか、エポックメイキングであったかというところから始めたいんですけど、はいはい、それは仮面ライダーであったりその敵であるショッカー怪人というのが人間の大きさ、等身大であるところなんです。はい、でどういうことかってちょっと詳しく言うと、はい、特撮のもう一つの長ウルトラマン、はい、彼身長40メートルという設定です。40メートルわで彼が戦う怪獣とか宇宙人も同じように巨大です。はいはい、対してこの仮面ライダー、怪人も人間もさっきも言いましたが人間と同じぐらいの身長なんですね。ちなみに地球上で最も大きな生物ってなんか皆さん知ってます？恐竜ぐらいしか思いつかないね。クジラとかそうクジラ近い、あのね、シロナガスクジラ、シロナガスクジラというクジラ、このクジラ最大でも30メートルぐらいと言われています。それよりもウルトラマン大きい、はあ、でこれが何を意味するのか、はい、それはリアリティの欠如、はあ、リアリティ、つまりウルトラマンという作品は完全にファンタジーなんですよ。ファンタジー、はい、そのファンタジーであることがウルトラマンの強みなんですが、この仮面ライダーは違います。はいはい、ウルトラマンにしても仮面ライダーにしてもだいたい視聴者っていうのは小学校中学年とか、はい、それぐらいの子供たち、ね、もちろん幼稚園児とかそういう子供たちも見ているでしょうけども、ね、はい、でそれぐらいの年齢の子供たちって当然ウルトラマンとか仮面ライダーが本当にいるとは思ってないでしょうけども、はい、等身大であるがゆえにウルトラマンに比べるとリアリティはそれなりにあるんですよ。やっぱりリアリティ、例えばマンションなりアパートなりで、はい、隣にどんな人が住んでるか知らないね、そういうこと遠くに東京とかそういうところでは多いんですけども、はい、その隣の人がもしショッカーの怪人だった、ドキ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 、あるいは近所の空き家、長い間誰も住んでいないと思っていたら、はい、実はそこは怪人の基地であったりとか、ドキドキ、まあ現地でそんなことないって分かっているんですけど、はいはい、もしかしたらっ
ていう、そういうリアリティが、まあ、仮面ライダーの魅力の一つなんですね。なるほど。で仮面ライダーのもう一つの魅力、これはアクションです。アクション、はい、ウルトラマンは、まあ、いわゆる特撮 SFX がすごいんで、はい、まあ、それが一番の魅力と言ってもいいと思うんですけど、はい、このライダーはアクションが売りです、うん、で盾を担当した大野研究会という、はいはい、盾の集団ですね、うん、これがいわゆるあの JAE っていうんですか、ジャパンアクションエンターテインメント、はいはい、まあ、昔はジャックって言ったんですけど、はい、ここよりも先に、ね、仮面ライダーなどいろいろ盾をやっていたということなんですが、実はこのアクションが残念ながらちょっと番組に悪い影響、番組にというか番組から悪い影響が出てしまったことがあります。これいわゆるその仮面ライダーごっこ、ということなんですけど、ウルトラマンの必殺技っていうのはあの手を十字に組むスペシウム光線、はい、これビビーってやって、あー当たったやられたってそこで終わっちゃうんですけど、まあこういうそういう飛びの方なんですけど、はい、仮面ライダーライダーキックだったりライダーパンチだったりっていう直接殴ったり、はい、蹴ったりっていうことなんですよ、はい、で仮面ライダーの設定上15メートルからの高いところからキックするという設定なので、はい、それをごっこ遊びに取り入れると高い塀から飛び降りたりとか、あそういうことをするわけですよ、はい、で危ない、ね、それはもう怪我する原因ですよね、うん、そうですね、で危ないじゃないかということでちょっと社会問題になったことがありました。でその状況をちょっとね、はい、いけないなっていうことで、その仮面ライダーの本編の中で、はい、主人公仮面ライダーの本郷猛が、はい、その仮面ライダーごっこをしている子供たちにがその劇中に登場するんですけど、はい、その子供たちに危険だからやめろ、うん、どんだけ危険か見せてやるっていうところで実践して子供たちに注意をするというシーンが作られたんですけど、はい、これはやっぱりね、作り手としてはちゃんと責任を持ってやらなきゃいけなかったことかなと思います、うん、でこういう問題が起きるのね、人気作品の宿命であったりするんですけど、はい、他にも影響があったんですね。これはちょっと来週に引いちゃうか、引っ張っちゃうかなと思います、はい、というわけで、はい、アニドクマニアックパーティー、今週は仮面ライダー第一期仮面ライダーの1週目ということでお送りしました、はい、次回も仮面ライダーについてお話しますので、よかったらちょっと予習とかしておいていただけるとより一層楽しめるんじゃないかなと思います。はい、はいはい、それではここで1曲聴いていただきたいと思います。第一期仮面ライダーの音楽を担当したのは菊池俊介さんなんですが、この人ドラえもんとか暴れん坊将軍とかいろんな作品の音楽を担当されていて、仮面ライダーにも名曲が多いんですが、今回はその中でも挿入歌として作られましたが、やがて3代目のエンディングテーマに昇格した名曲ロンリー仮面ライダーをおかけします。仮面ライダーの悲しき宿命に心を揺さぶられる、そんな歌詞をかみしめてもらえると嬉しいです。それでは聞いてください。仮面ライダー第3代目のエンディング、新門雅人さん、ロンリー仮面ライダー。荒野を渡る風ひょうひょうと、一人行く一人行く仮面ライダー、悲しみを噛みしめて一人一人戦う、されど我が友我がふるさと、一人でも一人でも守る守る俺は仮面ライダー。木枯らし吹き荒れるひょうひょうと、一人行く一人行く仮面ライダー、悲しみを乗り越えて一人一人戦う、されど我が友サイクロン、
爆音上げろサイクロン戦う戦う俺は仮面ライダー What is podcast?Podcast is not writing. You do only talk, talking about broadcast. Friends, right? You have blogger. You have podcaster. Listen. Friends, ring.東京声優ボイススクールからのお知らせです。東京から沖縄まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは新入生を募集しています。声優の基礎から実践までしっかり学べます。あなたも地元にいながら声優を目指してみませんか？あなたも大好きな地元の街で声優のキャリアをスタートさせましょう。詳しくは東京声優ボイススクールで検索ください。東京東中野にありますプラチナムガレージからお送りしておりますフレンズリング2、青森豊とひくみとコーリーナと海老原くるみがお送りしています。ということでアニトクマニアックパーティー後半戦です。ここからは仮面ライダー大百科と題して第一期仮面ライダーからいくつか紹介しましょう。まずは仮面ライダーV3! 98話にわたるロングラン放映に至った仮面ライダー。その第1、2話は仮面ライダー1号、2号が実質的な主役でした。実際スタッフとしても仮面ライダー V3 の1話、2話という作品であると同時に仮面ライダー第99話と100話という意識も強く、仮面ライダー放映100回記念パーティーが開かれたのでした。仮面ライダー V3、風見四郎を演じたのは当時人気刑事ドラマキーハンターに出演、頭角を現し始めていた東映専属の俳優宮内博士。カーブを手放しでバイクを走らせて変身ポーズを取るなどまだまだ序の口。命綱なしでロープウェイのゴンドラの上で立ち上がったり、走るバイクから並走する車に飛び移ったり、爆発の煙以外画面に映らないようなシーンにスタントなしで挑むなど危険なアクションを自ら買って出ていました。そのアクションは仮面ライダーシリーズの原点といっても過言ではないのではないでしょうか。放映終盤にはライダーマン結城ジョージが登場。それは V3 との対立から友情へと至るおよそ10本のエピソード。そのストーリー展開は少しだけ高い年齢層に向けて作られたといいます。第51話において命を懸けてフルトンミサイルから日本を守ったライダーマンは V3 から仮面ライダー4号の名前を送られるのでした。仮面ライダー X! V3 まで続いた世界観を一旦リセットして再スタートを切った形の仮面ライダーシリーズ第3弾。全2作品にレギュラーとして登場していた立花東兵衛が第5話からの登場となったことも新たな世界観であることを強調する形になっていました。登場人物の配置という部分ではレギュラーの子供が一切オミットされていたという点も重要で、 V3 の終盤が少し高めの年齢層に向けた作風だったことを引き継いだ作品となりました。主人公ジン・ケイスケの恋人涼子の裏切り、その涼子にうり二つの女性キリコ、彼女たちの謎が初期のストーリー展開の縦軸となっていました。ただこの作風は少年たちには難しかったようで、この謎は第8話で解決。涼子、キリコの死亡で幕引きとなりました。その8話のラストに謎の人物が登場。彼こそ第9話から本格的に動き出す、ゴッド秘密警察第1室長、アポロガイスト。アポロガイストは仮面ライダーシリーズ初の本格的な主人公のライバルキャラクターで、強い存在感を示していました。
アポロガイスとなき後は巨大なロボットの大幹部キングダークが登場。キングダークはゴッドの基地に横たわっているという設定で、実際に設定通りの巨大な上半身が作られました。続いて仮面ライダーアマゾン。仮面ライダーシリーズ第4弾で、そのコンセプトは限定怪奇。第1作目の仮面ライダーが持っていた怪奇性を強調した作風で作られました。アマゾンこと山本大輔は、赤ん坊の頃に飛行機の墜落事故に遭い、奇跡的に生き延びてアマゾンのジャングルで育った青年。一族の長老バゴーに暗示をかけられて日本に渡った彼は、都会の文明にはなかなか馴染めずに苦しんでいました。それを救ったのは岡村雅彦少年の存在。友達である雅彦を守るために、暗黒結社ゲドンの獣面機や獣人と戦うアマゾン。彼を仮面ライダーだと言ったのはその雅彦。変身したアマゾンが仮面ライダーに見えた雅彦が、仮面ライダーだと口にしたことで仮面ライダーとなったのですが、偶然か奇跡か、雅彦の叔父である高坂教授と知り合いだったのが、歴代仮面ライダーたちの親父さんこと立花東兵衛。東兵衛はアマゾンの後見人となり、雅彦とその姉律子と共にアマゾンを支えます。さらに前代未聞、ゲドンの裏切り者が仲間となります。彼の名はモグラ獣人。処刑中のところをアマゾンに救われ、以後アマゾンに協力、雅彦とも仲良くなります。終盤人類を守るために犠牲になりますが、その最後に悲しんだ子供たちも多かったそうです。ネット開局編というテレビ業界最大とも言われる動きの影響で、たった24話で終了してしまったため、歴代仮面ライダーが一切登場しなかったのが、この作品の最大の特徴かもしれませんね。ということで、今回紹介したいくつかのライダー作品の中に、好きなライダー、気になったライダーはありましたか？そんな作品があったら、ぜひ見てみてくださいね。今回のアニトクマニアックパーティー、カテゴリーは第1期仮面ライダーシリーズでした。次回も第1期仮面ライダーシリーズを取り上げます。アニトクマニアックパーティーのコーナーでした。What is podcast?Podcast is not writing. You do only talk. Talking about broadcast. Friends, point. You have blogger. You have podcaster. Listen. Friends ring.スターフラッシュことの葉は、人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会とともに考え、一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは 03-6271-6891 スターフラッシュことの葉まで。はい、フレンドリング2エンディングの時間となりました。フレンドリング2はチーム青森、お相手は青森豊とひくみとコリーナと海老原くるみでした。来週は沖縄チームです。お楽しみに。いっせーの、バイバイ。フレンドリング2、この番組はスターフラッシュことの葉、東京声優ボイススクール、声優事務所スターフラッシュの提供でお送りしました。